した。あ、マイク。おお。街の風景、東京の風景、原風景みたいな感じなんですけれども、はい、今日はあのナイトゲームということでね、はい、5時半スタートということで、あのもうすでにがっつり、はい、あの負けられない戦いが今メインスタンドの目の前にあるというね、はい、もう、はい、いいところ見せないとね、クラブの皆さんね、はい、ピッチャー陣越しなんか赤いの、あ、そうですね、久しぶりですね。南葛 FC さん白で、今日東京に選手が真っ赤っかですね、はい、そうですね、はいはい、両チームが今ねスタンドに一礼をして、白と赤の対決、隣町ダービー、さ前半の45分がキックオフとなりました。向かって左側、白のユニフォームが南葛 FC、 そして赤のユニフォームが東京 23FC です。前半の45分がスタートしたところです。はい、さあ、試合はいつもねスッと始まってしまってね、国軍にですね、さあ田辺龍平、いいですね今日なんか、うん、一平、あ、タッペ、ごめんなさい、わざとですよね。いやいや、今の結構マジです、ナチュラルに間違えたね、こないだね、あ、立っていいボールが出た、カト、カト、加速するか、それ光る、シュート、素晴らしいシュートは、ゴールキーパーに弾かれましたが、今いい場面、いい場面でしたね、ね、ハンドクラップすごい迫力あり、さあコーナーキック、お、ニアサイド、ヘディング、ヘディングでセットな、今誰だろう、どこに顔出した、2人ずついるような感じ、あ、これ面白いぞ、加藤ユージがフリーでボールまたターンしたユージポーンと出した、ジョニーの前でボールがドラム、トリップ、逆サイド、さあそして市川優馬、中に行ってきた、シュート、市川優馬ダイレクトで折り返してね、相手ボールになりましたね、あ、これいいですね、41番、さあそして関口だ、さあ個人技の見事は関口、クロスボール上げさせたくない、クッコー、うまい、コーナーキック、きた、おー、惜しい、めっちゃ呼んでんな、ヒカル、うん、今もナイト健太からシュート、惜しい、すげー、あの釈光っていうのかな、あの夕暮れの赤い日に雲がこう映りましてね、この辺がねカメラで映るといいんだけどね、あー映るかな、はい、こんな感じでね、もうナイトゲーム用の表を撮ってね、場面にこう推進力を持って進むという、まあ細かい戦術とかもね、結局1対1であえて勝てるかどうかだけですからね、おー、ナイスさん、おー、シュートー、決まったー、素晴らしいゴール、もうエドリックのあのゴールにも勝る、最後誰だったの今、はい、見せますよ、はい、これですよ、リプレイです、シュート決まった、リュウヘイかな、27ですね、リュウヘイですね、あ、ゼア、もうあいつのボールキープ力すげえな、加藤裕二、お、来た、ユーマクロスボール、トラップして打てるか、おー、いいね、後ろから上がってきた、ジョニーシュート、おー、まだまだある、ポスト打てる、惜しい、すげー、今か裏あれでね、なんて言うんだろうな、お大丈夫大丈夫、今最後までね大輝が周りを見ながら、おー、後ろから上がってきた、光にね、うん、市川優馬、ユーマクロスボール打てるか、シュート、惜しい、左足、難しかった、このユーマ、南葛はこの17番にとにかくボールを集めたい、ワンツー、よーし、おー、すごいね、浮いたボール、これ中心の選手にすらせるか、おお、面白い、いいよ、さあ前からプレスをかける、枯れるか、おー、足振れ、来た、タッペ、中に入ってきた、ターンできるか、シュート、和田コーナーさ、17番、もう一回14番落としてし、クロスボール、ヘリング、よし、タイム4分でデビッソンのゴールで追いつきました。
辛いですね、ちょっと。まあ、今パラデスさんが映してくれてると思いますけど、あの本当にこの余韻を皆さんぜひね、これが本当サッカーの江戸川と葛飾のね、この対戦を今後とも注目いただければと思います、はい、それではありがとうございました、さようなら、バイバーイ。